宮崎県の美味しいものをたくさん食べたいということで訪れましたのは手打ち釜揚げうどん岩見さんです。宮崎県はうどん文化の県なんですね。こちらのお店はあるものの目の前にあります。ちょっと見えていますがあんま見えてないので移動してこちらから映してみます。はい、見えました。青島駅の目の前にあります。お店の横には割と広い駐車場があるので車で来ても安心です。入店したらまず食券を買ってください。座敷とテーブルとカウンターがあります。写真がたくさん飾っています。巨人軍の選手が多いですが他にもたくさん芸能人の方もいらっしゃっています。僕の好きなテレビ番組のおにぎり温めますかでも来ていました。西武の黄金時代を築いた工藤選手と清原選手の写真が並べて飾っていました。釜揚げうどんの台です。釜揚げうどんって茹でるのにすごく時間がかかりますので多少待つ時間は覚悟してください。すごくいい小麦の香りがしました。エビ天うどんです。見るからにエビの衣がめっちゃサクサクしてそうですね。かき揚げも入っていてネギもたっぷりです。魚寿司です。おにぎり、いなり、どんぶりなどもあるんですがこちらの店に来たらこれを食べるべきだと書いてあったのでオーダーしました。それではいただきます。エビ天うどんのお出汁をいただきます。ガツンとくるけど奥深くに優しい味わいが、うどんをいただきましょう。めっちゃ湯気が立っている熱々のおうどんです。もっちもちの麺です。さっき小麦の香りがすごくいいって言いましたが味も大変よろしいです。とても美味しいエビ天もいただきました。早く釜揚げうどんもいただきたいんですけども、このお出汁がとても美味しくてまたうどんを口に頬張ってしまいました。続いて釜揚げうどんです。僕釜揚げうどんが宮崎名物とは知りませんでした。大人になって初めて食べたと思います。力強いおつゆに力強いコシの麺がバッチリや。お客さんが少ない時間に行きたいので開店が11時なんですが11時直後に入店しました。僕たちの後に夫婦が2組いらっしゃいました。どちらも券売機で先に買ってくださいねって言われてたので初めて来店された方だと思います。おそらく僕と同じで美味しいうどん屋さんで検索した結果こちらの店に来られたんだと思います。魚寿司です。本当だったら牛丼とかを食べたいところですがこちらを食べるべきだということなのでいただきます。僕押し寿司を果たして好きかどうかわからないので一皿5個入ってるみたいなんですがバラでも販売しておりましたので1個食べることにしました。この魚寿司はわさび入りと抜きが選べます。いやーこれは食べてよかったなと思いました。事前に知らなかったら絶対に頼んでませんがこのわさびが入ってるのがいいんでしょうね。僕すごい美味しいと思いました。次に行った時には丼も食べたいなと思うけどやっぱこの魚寿司もやっぱせっかく来たんだから食べたいなと思うと思います。
奥さんのエビ天うどんに入っていたエビの天ぷらも一尾いただいて、つゆに浸しておいたので食べます。釜揚げうどんには具が入っていないので、これだけではお腹が膨れない方もいらっしゃるかと思います。うどんだけでは足りないなと思う方は、丼とか魚寿司をオーダーしていただいて、宮崎の食べ歩きをされたい方はうどんだけに抑えた方がいいかと思います。人気なわけがわかる美味しさでした。ごちそうさまでした。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。